この楽器は手を使い、指を使いませんので、まあ、息ができて、なんとか持てる人であればですね、ドラムを持てるというわけなので、まあ、そういったもしよかったらやってみたいという方がいらっしゃったらですね、そのことを語ればいいんですね。新しい曲をちょっと吹いてみますね。拍手が多いというね。